先生、私たち選手、保護者一同は毎日柔道ができる環境を与えてくれる道場の先生、お父さん、お母さん、支えてくれる皆さんへの感謝の気持ちを忘れず、今日一日最後まで諦めず、そして楽しむことを誓います。親としてこの子たちの未来のために柔道を通し精一杯応援していくこと、そして今日一日親子で諦めず最後まで楽しむことを誓います。令和元年11月3日選手代表高岡西条柔道教室松井香奈美、保護者代表松井達也、